はい、ありがとうございます。先ほどまでは中村さんが大学卒業してどういう選択をされたのかっていう部分含めてお話しいただいたんですけど、はい、この動画でも引き続き今の会社ソーシャライズっていうところで何してるのかっていうところをお聞きしたいなと思ってます。先ほどまでは留学生に対しては就活支援っていうところで何が課題で、それに対してどういうソリューションを提供してるのかっていうところをお聞きしたんですけど、はい、もう少し大きい視点で聞いてみたいなと思ってまして、はい、今の日本の企業ってそれは刺さるものなんですか？いや、もうほぼ刺さないですよ。これは刺さない理由っていうのは何かあるんですか？それはですね、大半の日本人今養殖に疲れてる方、意思決定する方って、はい、海外に行ったことはあれども大体日本語でアテンドされるし、物理的には海外に行ってるけれどもマイノリティとして身一つで戦ったことはないですし、はいはい、マイノリティの立場で戦っていらっしゃる方と腹を割って話した経験とかで圧倒的に足りないと思うんですよ。なるほど。僕が話したとしてもイメージできないです、はい、具体的に自分が英語で何とか頑張って伝える経験があれば日本語を頑張って使ってる外国人に対して優しくなれると思うんですけど、やったことがなかったらなんで日本来てるのに日本語が下手なんだっていう思考になっちゃうんですよ。でもそれは年々でちょっとずつだけど変わりつつありますか？めっちゃあると思います。あ、本当ですか？これすごい未来を感じた話していいですか？あ、もうお願いします。留学生のインターンシップの機会を付与するっていうのを学校から依頼を受けてやってるんですけれども、はい、とある幼稚園が手を挙げてくださって、留学生を幼稚園に連れてったんですよ。どういうことをやるかっていうと、園児たちと英語でちょっと手遊びしたりとか踊りしたり、それプラス自分の国のことを簡単な英語と日本語で話してもらうというのがあったんですよ。今の4歳とか5歳ぐらいのクラスの子って、はい、エチオピア知ってる人って言ったら、はい、3分の1か4分の1ぐらい手を挙げるんですよ。もっとすごいのは、地球儀渡したら指させる子いるんです。やば、世界に対するアンテナは立ってきてるんですよ。関心は高くなってます。これは未来は明るい。これを想像した時にさっきの僕の話なんですけど、はい、今4歳5歳の子、社会にいた時20年後じゃないですか。20年後に彼らが社会人になったら、会社の組織がいや、この人はテニオファ間違って議事録書けないから取りませんなんて言ってたら失望すると思いません？いつまでそんなこと言ってんのって。どちらかと言ったらこれから大人になる人が経済活動に従事していくので、彼らが活躍できる環境を今のうちに作るのが僕らの使命だと思ってますから。いや、確かに、はい、いや面白いですね、うん、そういうことがあるんだ、はい、逆にの視点でちょっと聞いてみたいんですけど、はい、とはいえ留学生はもちろん今後日本の企業に入っていける余地はあると、はい、一方で、うん、留学生の人たちも日本の企業に合わせられるように改善していかないといけない部分も多少あると思ってるんですね、はい、留学生の人たちが今以上により日本の企業に入るために必要なことって何なんですか？本質的な話と戦略的な話があると思ってて、本質的な方で言うと、いい意味で日本を批判できる、建設的な批判ができるようにした方がいいと思います。自分たちがもっと日本企業で活躍するために、日本の会社はどういうサポート、どういう制度を整えた方がうまくいくのかっていうのを建設的なコメント、建設的なフィードバックとして企業に対して伝える、こういう前向きなフィードバックの与え方っていうものをしていくことが、本質的には留学生がもっと日本企業に受け入れられるような動き方だと思いますね。なるほど。戦略的に言ったら、就職活動をするとき彼らは基本的に新卒一括採用するじゃないですか、はい、日本人と同じレベルで同じようにできるような日本語力を備え、時間の使い方をするっていうのがもうひたすら戦略的に正しいこと。これを留学生たちは無理って思っちゃってるんですけど、 N に持ってたら相談してくれたら結構名の通ってる大企業僕通せますね。そうなんですね。ただできないって思い込んじゃって、正しい戦略を取ってないから結果として内定がないっていう状況になっちゃう。なるほど。大学卒業してから今のソーシャライズっていう企業でずっと経営されてらっしゃるじゃないですか。でもこの中にはコロナっていう時期があったと思います。留学生の就職支援っていうところってめちゃくちゃインパクトありそうなイメージもあったんですけど、それってどう乗り越えたんですか？うちの会社の話で言うと、はい、売り上げ 95% 減りました。乗り越え方は詰め込み型でプログラミングを覚えて、知り合いの企業とかにもう何でもするんで仕事くださいってメッセージを送りまくって仕事をいただくと、はい、じゃあもうその短期間で詰め込みで覚えて、それを企業さんにバーッと送って何か案件ないかっていうので、もらったものから片っ端から片付けていくみたいな。そうですね、大体最初解決できないんです、ググりながらなんとかやるみたいな。ありがたいことに社員については厚労省の雇用調整助成金っていうので雇用維持できたので、自分の食い縁さえなんとかできればいいんで。コロナはちょっと今落ち着きつつあるじゃないですか、はい、今の状態でちょっとずつそこの売り上げっていうところは戻りつつきてますか？うちの会社の話で言うとすごい上がりました。あ、そうなんですね。なんでかっていうと、はい、コロナ禍で留学生の支援みんな辞めちゃったから。あ、そうか。泣いていないんですよ。やばい、コロナで落ち込んだから、うん、そこ撤退する人たちが一旦精査されたって感じなんですね。そうです、みんな特定技能に行ったんで。なるほど。特定技能と留学生の違いって何ですか？留学生から確かに特定技能行けるんですけれども、あれは単純作業をやる人たちなんですよね、はい、私たちがやってるのは高度外国人材と言われる技術人文知識国際業務とか高度専門職ってやつなので、ここはちょっと明確に違うところなんですよね。技能実習は
はい、もうトレンドとしては落ち込み気味なんですか？根強く残ると思いますよ。あ、本当ですか？拡大すると思いますよ、技能実習は。便利ですもん、企業からして。最低コストで都合よくって言ったらちょっと聞こえ悪いですけど、はい、そういったところも当て込めるっていう。うん、僕調べてる限り技能実習でニュースとかたまに時給300円で働かせてましたとかあるじゃないですか、はい、あれ結局全部示談になってますからね。日本語十分に喋れない人が裁判資料整えて訴えるなんて無理じゃないですか。泣き寝入りするしかないんで、使う企業からしたらすごいいいから、多分根強く残ります。あんま良くないかもしれないですよね。うん、そうですね、まあ、今って株式会社ソーシャライズは何年目ですか？9期目ですね。今後どういうことやっていきたいっていうふうに中村さん自身は考えてらっしゃるんですか？変わらないですね、やることは。 N1、N2 じゃないと。 N3 からでも人柄でちゃんと採用する、外国人材としての特性を生かした採用と活躍のさせ方をするっていうのが納得いくまでずっとやりますね。ああ、そういうことですね、はい、まあ、それは大学の時に相談されて、はい、それでフラストレーション溜まった時からずっと今までされてるんですからね。変わんないですよ。今も就職率、僕が始めた2014年から 5% ぐらいしか上がってないですよ。それは社会的に受け入れられないのか、それとも人材サービス側が全然そこに対してアプローチできてないのかというと、どっちなんですか？両方あると思いますけど、ニーズがやっぱりまだ弱いっていう方が影響としては強いと思います。あー、なるほど。じゃあそこの受け入れは結構時間かかりそうですね。かかると思いますよ、はい、一種社会課題じゃないですか。そうですね、僕はそう捉えてます。留学生も日本の国民として言うか言わないか別として、でもそういう課題がありますと、でそれに対してのソリューションを人生をかけてやろうとされてるわけですもんね、はい、これはやりがいありますね。やりがいあります、はい、コロナ時期以外で大変な時期ありました？通帳残高ゼロになったことあります。はい、もう本当に仕事ないし、はい、でも出るもん出るじゃないですか、はい、慌てて知り合いに頭下げてお金借りました、はい、そんな時期あったんで、はい、それは起業した当初ですか？いや、6期目かな。あ、はい、ちょっと拡大しようとしてみたいな感じだったんですか？そうです。留学生の就職支援、興味を持ってくださる方は結構いるんですよ。それを信じて投資しちゃうと結果にならないんですよ。6期目はそれを信じて投資しちゃったんですよね。全然回収できない状態続いて、はい、ゼロまでいきましょう。これはうまくいってるからこその拡大するリスクっていうのがあるわけですよね、はい、だからもっとやっぱり客観的なデータと数字で明らかな事実を積み上げて意思決定しないとダメですね。これはもう反省しました。でもその6期目に改めて振り返って、自分が拡大しないっていう選択肢をできるかどうかで言うと多分できないですよね。いやいや、無理だと思います。同じ道歩みましたよね、自分の考えが多少は社会に受け入れられた企業に届いたって思っちゃったので、だからもう今考え方を変えて足元見ながら超地道にやります。さすがだなって思いましたね。インターンは常に募集されてるんですか？募集してるっちゃ募集してます。ただ公募はしてなくて、基本的には誰かの紹介で、通常考えているインターンとは違います。例えばですけど、何月何日何時から研修をやってくれて、はい、それを消化したら次これがスタートして、次これがスタートするみたいなプログラム消化型の思考をしてる人は絶対合わないです。基本的に何がしたいのかっていうのが自分で明確に伝えられて、お互いのウィンウィンがないとダメなので、インターン入れるということは僕の時間生産性を奪われてるってことなので、それを使うだけの何かしらの熱い思いとか考えとか実行力がないとちょっと難しいです。じゃあ自分がこうしたいですっていうのを考えて、はい、こうしたいですっていうのをどれぐらい奥まで深く突き詰められるか、うん、それを中村さんに提案して、うん、それ受け入れられるかっていうところが結構大事なんですね。そうです。あー、なるほどな、面白いですね。ありがとうございます、はい、今日はですね、中村さんと国際協力の中でも留学生に対して多分本気でやられてますよね。そうですね、誰よりも、はい、僕多分今までの中で誰よりも熱量ある方だと思いました。ありがとうございます。留学生に対しての就労支援についてちょっとお話しいただきました。この動画面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。